ちょっと今日暑いですけども、はい、一瞬脇汗チェックみたいなだけ一瞬でいいのでちょっとよろしいですか。早い早い、なんか恥ずかしいやつが早い。恥ずかしいですか。いや、汗ってちょっと恥ずかしい。一瞬だけなんで、ね、ちょっとカメラ言わなくちゃ。ちょっと脇汗ちょっと一瞬ちらくらいな。いや、すいませんね、なんか、ね、いきなりお会いしてちょっとやっぱ脇とか恥ずかしい。いや、そうですね、最近ちょっとあの美白をし始めたんですけど。美白？脇の美白。なんか細かいところ見れば見るほどやっぱり気になると、こう老いを感じるというか。脇もそういうのあるんですか？あります、あります。なんか昔よりなんか色が悪くなってきたような気がしてますね。熟女っぽい色って言ったらいいんですかね。全然そんなことないですよ。ちょっと仮にそうだとしても男性からしたらそれこそありがたいみたいな。あ、そうなの。しかもそれを美白とかしてる姿も可愛らしくていいな、そうだ、全部 OK ですもんね。ビタミン C の美容液とか一生懸命塗ってますよ今。可愛らしいですね。普段そういうことされてるわけですね、はい、いやでも若いと思うんですけども。ありがとうございます。ちなみにご年齢ってのはいくつですか？今40です。40歳、はい、若いですね。お名前お伺いしていいですか？はい、吉永桃子です。あ、桃子さん、はい。で、トコさんでもあの今左手の薬です。結婚指輪。あ、はい、そうなんです。あ、まあ、結婚指輪じゃないですけど。結婚指輪じゃないけども、結婚指輪代わりにつけてます。ちょっと安いやつ。あ、そうなんですね。ってことはご結婚されてる。あ、はい。え、結婚何年目ですか？もう結構長いんですよね。14、5年は。お子さんとかいらっしゃるんですか？いないんですよ。できなかったんですよね。じゃあ旦那さんとじゃあもう仲良く過ごしています。でも今日こうやって本日こうお会いできてるということはなんですけども、ぶっちゃけその旦那さんと夜の方がしばらくみたいなのはある？ありますね、うん、年一とか。年一はやっぱ少ないですよね。少ないですよね。なんか七夕かなみたいな。ある時はそれはやっぱ年一とかだとやっぱ寂しいとかそういう気持ちは湧いてくるもんですか？なんかちょっと忘れちゃうんですけどね、その感覚みたいなのをするっていう感覚を忘れちゃうんですけど、ふと映画とかでストーリーとか見るとちょっとこうそういうシーンがあるじゃないですか、女性と男性の夜のシーンとかがあって、あ、いいなって思ったりはします。まあそういう自分の重ねてね。そうですね、もうそういうシチュエーションになりようがないから。でも仲はいい。仲はいいですね。でも逆に年一ってことはある時は、うん、そこで何かしらで燃え上がるみたいなことなんですか？なんですかね、まあ、多分相手の精神的なものだと思うんですけど、うん、例えば仕事がうわーって忙しくて、うん、なんか連休ができた、うん、落ち着いたとか、なんか気持ちの余裕ができた時にちょっと構ってくれるみたいな感じかな、うん、普段は向こうも向こうで自分の人生を生きてらっしゃるんで。東子さん的には求められたい思いがある？そうですね、あの、まあ、やっぱりそのスパンが長いので、だから普段は考えないようにしてますけど、ちょっとそういうふうに思う時はありますね、でもやっぱ40歳になられてそういう夜の欲みたいなのがこう上がってるとか、そういうのあるんですか？ああ、あるとは思います。うん、感じます。それはすごい。どういう時に感じますか？多分皆さんしてるとは思うんですけど、一人でこうお遊びをすることがある。一人でお遊びされてるんですか？そんなことされてる？こんなお綺麗な方が。皆さんしてますって言わないだけでみんなしてると思います、40代にもなると。そういう時に昔だったらちゃちゃっと終わらせて、それでまあ終了って感じだったんですけど、うん、1回、2回、3回、4回みたいなことになることが結構あるんです。あ、1回終わってもまた？そうなんです、そうなんです。足りなくてっていうか。1回何分ぐらいされてるんですか？それは早いです。あの、自分だとツボ分かってるんで、まあ、3、4分なんですけど、ボクシングのこれと一緒ですよね。3分やって、1分休んでまた3分やってみたいな。じゃあ何ラウンド？5ラウンドとか、タフですよね。それがもう欲がこう収まんないからどんどんしていっちゃう。そうなんです、そうなんです。それしていくことで高まって感じですか？逆に高まっていって、もうすればするほど、すればする分だけ男性を求めてしまう。そうですね、欲しいって、本物っていう。
え、それは旦那さんをお仕事に送りに行った家とかでされてるんですか？うんうん、そうですね、うん、洗濯物を洗濯機にかけて回してる間、40分とかあるじゃないですか、その間でパパッと、なんかそのじゃ主婦的な日常の中でゴミ捨て行った後で、後にちゃんと手洗ってえ、じゃあ旦那さんだけが仕事はそういう普段はいつも行かれてるみたいな感じですか？あ、そうですね。もうそれぐらい体が押してるんですね。そうですね。でもあれなんですか、男性が欲しいという気分になるじゃないですか、はい、それはもう旦那さんなのか、正直ちょっと違う男性にも興味が出てしまってきてるいるのかぶっちゃけどっちですか？いやー、まあ、正直旦那さんじゃなくてもいいとは思うんですよ、体的なものを、はい、ただその人見知りなんです、うん、まあでもこうやって本日お越しいただけてるということは、うん、まあ、この後がねだ言って、今そういうところ本日はいろいろこう省略というか、こういうところだからこそ体的には男性の方が欲しいなと思ってる部分あるというかね、うん、思います、思います。いろんな人を味わってみたいっていう想像とかはしたことはいっぱいあるんですけど、あの人どんな感じなんだろうとか、男性の手の仕草、今ちょっとこうやられたじゃないですか、指先の動き方とか見てるとすごい見ちゃったりとかして、な指をしてるなとか思うとなんかゾクゾクしちゃったりとか、ちょっともう欲が押すもん爆発してるんじゃないですか正直なところ。え、今日は電車ですか？電車です。じゃあちょっと電車の中からこれから行われることみたいなのを想像しながら来ていただけましたか？はい、ああそうですね、ちょっとドキドキはしてたんですけど、うん、電車の隣に座ってた人が、あの綺麗なお肌をしてて、何歳ぐらいの？50歳ぐらいの人かな、スベスベしてて、半袖でちょっとこう当たるんですけど、スベスベってなってて、なんかそっちの方に欲が取られてて、その電車の男性に高まりを覚えて高まりを覚えてました。恥ずかしくて顔が見れなくて、あ、なんかスベスベしてるって思いながら、正直そのダンディーのおじさまがちょ今手を握って、はい、今からこの後いかがって言われたら、もしかしたらついちゃってたかも。そうですね、そのスベスベがあるんだったらってちょっと思っちゃうかも、うん。え、じゃあ今日っていうのはどういうことしてみたいとかありますか？夏の終わりではありますので、うん、なんかこう哀愁を感じながら、読書をする話とかしながら、少しずつなだれ込み、そしてじっくりと夕方のこう夕日が差し込むシャワールームで、シャワールームいいですね。シャワールームでもすっきりしてみたい、うん、ちょっとこう相手の体に寄りかかりながら、背後から手を回されて、うん、夕日を浴びながらじっくり、なんていうこと考えてらっしゃるんですか普段の一人でのが爆発してますね今日はもう全部叶えてね、楽しんでいただければなんて思うんですけどもね。え、じゃあちなみに、そのじゃあお相手の男性は年上の方がいいのか、同世代ぐらいか年下ぐらいだと、どんな方がお好きですか？そうですね、見た目の理想はちょっと上の方が安心する。まあ実際にやっぱり同い年ぐらいの方が結構お話が合うとか、ホッとすることが多いので、同年代の空気感ってあるじゃないですか。だからなんかホッとできた方がいいかなと思うので、重視だったら同年代、見た目の理想は50代半ばとかの、なんか読書が好きな方とかだとなんかいいかな、おじさまの、うん、おじさまの、じゃあそんな方とホテルに着くなり、うん、いきなり激しく求め合うように始まってしまうのか、うんうん、どうですか？もう一回ベッドの上で後ろからこう手を表情に顔に回されてるぐらい、どっちの気分ですか今日は？最初はすごい気を使ってくれて、でなんか全然そんな素振り見せないんですよ、うん、全然ないからぐらいの感じで始まって、いざ脱いだらうおーみたいなのがめっちゃがっついてる、どうしようみたいなのがいいです。求められたい、求められたいですね。まあでも服着てるときはもう知らん顔ぐらいでいいです、全然興味ないし、始まったらもう動物のように、始まったら動物になって、オスとメスになってそうそうそう、で終わったら
もうあのさっぱりして本とか読み始めちゃうみたいな。あ、そんな男性がいいですね。いや、好きな夜の体勢でどういうのがお好きなんですか。体勢は後ろからが結構好きかもしれない。結構私あの体が柔らかいんですけど、ストレッチするみたいに前にぐーっと体をしてこう滑り台みたいな状態になってその状態でいたすのが、そんなことができる。はい、自分で位置も調整ができたり。おお、それは何がいいわけですか。角度的な感じですかね。自分にツボがあるんだと思います。そうされてる時のその心境ってどういう感じなんですか。あ、でもあの後ろからってなんとなくこうされてるような感じしますよね。ちょっとその人だけの自分になってるみたいな感じはなんかすごいいいです。もう向こうが好きなようにしてるみたいな。そうこっちはもう水にも動くことできない。好き勝手に使われちゃってるかもみたいな。相手の欲をぶつけられてるみたいな感じで。そんな結構音が響き渡るのとかも好き。そうですね、無駄に音響きますもんね、当たるとね。そういうの好き。好きですね。東子さんの声は出ちゃう。出ますよ、それは。え、出ない人いるんですか。どれぐらい出ちゃうもんですか。でもちょっと我慢しちゃう方ではあるんです。ってなるんですけど、まあ、でも少しずつ漏れてくるというか、最終的には結構高い声が出ます。もう正直それ隣の部屋に聞こえちゃうぐらいの。そうですね、そうなっちゃう時もあります、我慢できなくて。男性なんか言われたことありますか。すごい声出てるね。ちょっと恥ずかしいから黙ってもらえるかなみたいなのもありました。あ、そんな、ありました、ありました。え、それはお会いだった旦那さん。はい、そうですね、その時は。あ、それは家でされてる時に。はい、前にあの木造のお家に住んでて、隣のお家と隙間があんまりなかったから、声出しちゃうとちょっと聞こえちゃうっていうのがあって、いつも声我慢みたいな。でもボッとすると出ちゃう。出ちゃいますよね。木造の部屋が薄いってことも忘れちゃう。忘れちゃいます。声出ちゃうって言って、ダメだよって言われるのもちょっとしちゃうみたいな。それも込みで。込みで。手とか抑えられるんですか。ちょっともう。抑えられました。込みでちょっとダメだよ聞こえちゃうって。旦那さんと激しい日もあったわけですね。ありましたね。それを思い出すとどうですか今。なんかこんなに減るもんなんですね。昔はでも朝昼バンバンバンみたいな感じだったんですけど。じゃあ正直一晩で何回戦とかされたことあるんですか。あ、結構すごいです。5回戦とか。5回。5回戦。それ旦那さん。旦那さんです。どういうスケジュールで5ですか。夕飯食べて1、お風呂入る前に汗かくかっつって1、お風呂上がったら1、寝る前に1で、ちょっと寝てちょっと浅い眠りでスッと深夜目覚めたりするじゃないですか。それで1かな。じゃあ実際夕方からの話。夕方から1日じゃないんだ。うんうん、ほぼ6時間7時間ぐらいの間にこうですね。でもまた寝て朝起きてしてました、お二人とも激しい方だったんですね。ですね。相性は合ってた。相性はめちゃめちゃ合ってました。それ1回何分ぐらい。なんか気づいたら時間がめちゃめちゃ経ってたっていうこともあれば、サクッと終わったみたいな時もあって、なんかいろんなパターンを楽しんでた感じです、ね、すごいですね、5回ほんと動物的な。でもそういう欲がだから言ってみればどんどん高まってるのに、そういうのがなくなってるから、もう今だからお一人でたくさんってことになってしまってる。そうですね、じゃあ今夜も激しく求められるようなね。やっぱ久しぶりにそういう女性として求められたいみたいな気持ちもあるわけですか。ありますね、常にどっかには。じゃあ例えば買い物をしてたり家で洗濯物をしてる自分っていう自分と、やっぱ外に出て男性にそういう目で見られたいみたいな思いとかってあるんですか。あるチャンスがあればみたいなのはなんか思います。本当に。ちなみにそのシャワーは一緒に入る派ですか。あと終わってからは浴びたい。先は
先は浴びなくてもいいんじゃないですか。例えばですけど、お仕事で汗かいてたくさん営業で走り回った男性、うんうん、でもあり、ありですね。私は相手にちょっと恥ずかしいんで浴びたいんですけど、うん、ちょっと燃えません、汗いっぱいかいてきちゃったからちょっと汚いよとか言われるとちょっと燃えます。え、それ全然大丈夫、全然大丈夫って言った。何がいいわけですか。相手の匂い、匂いが好きなことがやっぱり多いんですよね、好きになる人って、うん、だからより強く感じたいっていう、それででも激しくして、うんうん、終わった後は一緒に入るでそこでもう盛り上がっちゃって始まるよ。そうですね、もうちょっとそれはいいですね。全然洗えないじゃんみたいな、なんかしたい、そのまんまなだれ込むみたいなのでいいですよね。あと電気もつけてた方が好きです。逆に、うん、結構女性って暗くしてっていうイメージありますけど、相手の体が見たいですよね。体が、うん、変化が見たいです、相手の体のってなったりとか、 あとはどういうタイミングでなのかなとか、どういうところにね、なんか高ぶっていらっしゃるのかしらみたいなのを、ちっちゃな変化でも見たいんですよやっぱり。ちょっとこうこの辺赤くなってきたとか、消しちゃうとちょっとこの皮膚の、ね、赤みとか見えないですし、うん、でも自分は見られるわけじゃないですか。それは恥ずかしさとか、うん、そこまで気にしてないかもしれないです。もう没頭しちゃってるから。そうかもそうかも、相手を見る方が精一杯で、ね、ああそうか、自分が見られてるまではもう考えないんだ。うん、うんうん、そっちが楽しくてしょうがないんだと思います。あ、じゃあもう男性の肌が欲しい、触れ合いが欲しいっていうことですね、うん、じゃあ本日はですね、まあ、今お話を聞かせていただきまして、うん、まあ、ちょうど年の頃もうでも、うん、42歳のちょっと男性、うんうん、で本日たち控えておりまして、おちょっと今日は楽しんでいただけたらなんて思うんですけどもちなみにこれからまあお洋服をお脱ぎにいただこうと思うんですけども、はい、あらかじめお伺いしとくと、その下着っていうのはどういうのをつけられてるんですか。上下違うやつなんですけど。上下違うやつ一応お洋服に合わせて黒い T シャツ用のツルツルのと、あとはあ、肌色が履いてること多いんです、生活感はあると思うんですけど。その下着っていうのは外に干してますか。あ、干してます、干してます。ベランダに、ベランダに。向かいの家の人が窓開けたら見えちゃうかもなんですけど。え、じゃあ向かいの人は男性とかわかんない。向かいの人はご家族、老夫婦というか、でも、うん、老夫婦といっても男性ですからね見てるかもしれないですね、向かいで。あ、本当ですか、見てるかな。で見てて洗濯物干してる東子さんを見てるこの女性がこれの下着だなっていう、そういう妄想されたらどうですかなんか、あ、でも楽しいかも、近所の人が見てて、いや、すごいですね、うん、いや、わかりました。じゃあ本日はじゃあちょっと激しく求め合うような日にしていただければと思いますので、はい、でちなみに何時頃まで帰れば旦那さん的に大丈夫とかあるんですか。あ、もう何時でもあ、お仕事してるから、はい、いや、それは良かったですじゃあ本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。